上越大橋は、新潟県上越市の関川に架かる、新潟県道十三号上越安塚柏崎線の、橋長二百二十七点二メートルの桁橋。一気橋橋脚は一気橋、二気橋を共有する予定である。九百八十三年十月二十一日に一気橋が、開通。同年十月二十八日には、国道十八号上新バイパスの今池三田間が、 また11月9日には、北陸自動車道米山インターチェンジ上越、インターチェンジが開通しており、元橋は北陸自動車道や上新バイパスと当時の国道18号原道を結ぶ道路として機能した。その後、2015年3月21日のメシモン電信電線の全通や2019年3月24日の上越大沼地域振興快速道路、 上越三は道路起点側の開通により、元橋の交通量が増大する中、メッシモン電信電線のうち唯一暫定に車線である、元橋区間の渋滞が激しくなったことから2019年度に、地域高規格道路 IC アクセス道路として、新潟県により国補助の街路事業として元橋と、その前後の延長560メートルの4車線化が事業化された。 掃除業費は25億円、交通量は24,300台を計画している。2021年10月19日に上越や鈴鹿柏崎線の道路の区域が変更され、4車線分の福音が区域となった。ありがとうございます。